コンセプトアートリーの梅ちゃんとベルちゃんです。ベルちゃんです。はい、お座り。お手おかわり。一個だね。じゃあこれからね、ちょっとノッパーデジェノを。何だったの今、なんで普通に始まるの？何やるの？ね、メキシコ料理を作りたいと思います。イエーイ。そのメキシコ料理はノッパーレ、サボテン。サボテン、メキシコのサボテン。はい、その料理の名前はノッパレスレジェノス。ノッパレスレジェノス。うん、うん、じゃあこれからを作りたいと思います。これからを作るの？これから作る。はい、これからに、これからを、これから料理を作りたいと思います。料理を作りたいと思います。はい、ベロちゃんメキシカンクッキング教室。イエーイ。じゃあということで、ちょっとマーケットに来てて、これからサボテン、大きいサボテンを探したいと思います。行きましょう。見てみて。じゃあ3ペソです。グラシアス。じゃあ3ペソはね、18円です。18円。じゃあということで、サボテン。はい、まあ今日の材料はサボテン。サボテン、メキシカンチーズ、ワハカ、ケソワハカっていうメキシコのチーズ。メキシコにしか売ってない。これメキシコにしかない。メキシコにしかないものです。どうやって料理作るの？え？あ、日本で？うん、でもこれさ、なんか似てるの売ってる。つかサボテンも売ってない。売ってるよ。ネットで探せばあるよ。そうなの？あるよ。あ、そう。うん、まあこれレジェンドだから、はい、中に入れる。ほう。ってことはゆっくりにこれ半分にしてください。マジで？ここからここまで。ここは切らない。ここからちゃんとお前やれよ。そんなことできんの？そんな高度なことできんの？おお。おお、すげえ。はい、どうぞ。やれよ、最後まで。やれよ、最後まで。ゲストさん。できないよ、こんなの。ここ、あ、うわない、見て見て。何やってんの？ゆっくりだよ。え？お、もういい。いいな。できてるよね。うまい。あ、ちょっと無理だよこれ。ちょっとやって。なんでなんで。できないんだろお前。あれできないんでしょ。絶対できないから俺にやらせて。なんでこんな薄いの買ってきたの。おお、すげえ。すげえできんじゃん、嘘じゃないじゃん。手はここに行って、はい、ゆっくりね。ゆっくりね。すげえ、そんなことできたの？いいよ。天才じゃん。でしょ？天才じゃん。いや、本当にこんな料理あるの？うん、あるよ。おお。ちょっとたーん。すごっ、すごっ。すごいもんね。うん。あとは、チーズ。はい、いいよ、入れていいよ。違う違う。チーズはね、伸びるやつだから、こうやる。あ、見て。はい。すげえ。材料完成しました。じゃあ、行こう行こう。メキシコのコマルさん。コマルっていう名前だもんね。コマルの名前。はい、じゃあ行きます。強火ですか、弱火ですか？強火です。超強火で。うん、めっちゃいいと思う、メキシコ料理紹介するの。うん、ですよね。グッドアイディア。なになになに、恥ずかしい。なになになに、わかりません。これよく昔やってたよ。そう、うん、え、こうやって。危ない危ない危ない、それ危ない。こういう遊びしてた。なんだよ、なんであそこに置くの。え、両面やった？両面やったよ。 OK。 ということで、今から、うん、サボテンの日本語で言うとなんていうの、うん、サボテンハンバーガーかな。サボテンハンバーガー、
イエーイ、イエーイ、サボテンハンバーグ。じゃあパイナップルも入れてたんかった。おー、ちゃ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 、超ネバネバしてる。うわ、危ない、やばいやばい、すごいネバネバしてる。見て、そうそうそう、普通、普通です。はい、すげえヌメヌメしてる。待って、ここにはフライ返しというものがないんですか。お、見て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 、あっ、こうね、はい、うん、見てますね、うん、はい、入れてください。もっと開いてる、こうやって、うん、お、すげえ、すげえな、これはすげえな、これはちょっと知らない料理だ。知らない料理？うん、ちょっと待って、ああ、やばいよ、これ。これ、これ上にこれ？うん。そういうこと？うん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ！おお、すげえ、めっちゃうまそう。こんな感じだけどさ、もうなんていうの、弱火？うん。弱火にする。はい。まだ。まだですよ、まだ。何分ぐらい？色がさ、うん、色が見て。色を見て。うん、例えばこのなんていうの、濃い、うん、濃い色だったらいいんだけど、このなんていうの。この緑？うん、それはまだできてない。メキシコ料理はどう思う？ヨヘ。まあ、不思議でしょ、こんなの。不思議だよね。サボテンもおかしいし、サボテンだんだん薄いところ真ん中切ってるのもおかしいし。そう？うん、よく考えたね。薄い中を切って入れようって、よく誰が考えた。多分さ、いつかじにそういう食べ物が好き。中に入れる。あ、そうなんだ。もういいんですか？もう、もう大丈夫です。あんまり簡単にね。うん、返していいんだね。いいよ。あ、難しい。おお、なんかプロだね。え、1回目プロになってる。やっぱ頭早い。もう OK です。はい、完成です。ですか？ OK、OK、オッケー、これでいいの？いいよ。これで食べるの？うん、オッケー。だーん、完成しました。完成しました。塩とか振ってないもんね。振ってない。こう、こう、うん、柔らかい。塩かけてなくても、うん、しょっぱい味がするね。うん、なんかアロエ、アロエ、アロエみたいな。あー、そうだよね、似てる。どう？うまい。美味しい？うん、うまい。これベロうまいよ、これ。うまい？うん、よかった、美味しい。あ、それ一番うまそう。めっちゃうまそうに切るじゃん。うん、うまい、うまい。あ、何点ですか？メキシコ料理の中であったら、そう、メキシコ料理の中で何点ですか？結構上位に入る。80点とか。80点、うん、85点とか。めっちゃいい、うん、めっちゃいいよね。普通に食える。80点とか、すごい、うん、はい、ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れないでください。もっとなんかメキシコ料理とか作ってとかあればコメントください、うん、ぜひぜひ。ありがとうございます。